装備っていうか、まあ、自分がいつも使ってるものの紹介になっちゃうんですけども、まあ、多分自分と一緒に走りに行ったりしたことがある人は多分見たことはあると思うんですけど、いつも自分が使ってるこれ、実はですね、キーホルダーを、ベルトにつけられる、ベルトクリップですね。ベルトクリップなんですけども、これ、もともとはですね、アメリカでかな、アメリカのタブレット端末のケースをこう、まあ、つけるクリップ、ベルトにこうつけるクリップなんですけど、まあまあ、ビジネス用品みたいな感じですね、なんですけど、なんとですね、これ実はですね、びっくりなんですけど、スターウォーズエピソード1、2、3の中で、ジェダイたち、まあ、ジェダイだとシスですね、ジェダイとシスがですね、ライトセーバーをこうぶら下げるために使ってたものと同じです。はい、まあ映画見たことある人は多分こうベルトからジェダイたちがライトセーバーぶら下げてるシーン見たことあると思うんですけども、そのぶら下げるために使ってた、クリップと同じものです。まあ、あの映画もこのビジネス用品っていうか、まあ、このクリップを採用してたみたいなんですけど、それと同じものです。はい、で実際ですね、まあ、これライトセーバーですね、まあ、ハズブロから出てたフィックスドライトセーバーですかねここですね、これですね、ここにこうクリップ止めるやつがついてて、で開けられるかな、まあ、おもちゃのやつなんで、つけられたこうですね、こうやってクリップにつけて、で、ベルトにぶら下げるっていうやつですね。はい、で両サイドのストッパーを押しながら外すっていう感じなんですけど、まあこれを自分はこのこれもちょっと塗装が剥げちゃったんですけども、これ仮面ライダーダブルのサイクロンメモリーのキーホルダーなんですけど、ここにそのクリップ、これと一緒にセットになってたクリップなんですけど、これをつけて、で、バイクを降りた後ですね、ベルトにこれをつけておいて、クリップをパチンとつけて歩いてます。割とこれプラ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 と、まあ、割とこうフリーなんですね。でストッパーで止まってるんで落ちることもないです。でリリースも割とこのサイドのボタンを押してポンとこうリリースできるんで、自分これ結構気に入って使ってます。はい、使ってると、まあ、これ売ってるものっていうか、もう自分で改良して作ったものなんですけどね、ここに穴開けて、で、これ東急ハンズでプラスチック製の透明のボルトを買ってきて、で取り付けてます。はい、まあ大した紹介じゃないんですけどね、まあ、自分がいつも愛用して便利だなと思って愛用してる、ベルトクリップの紹介でした。